の指標台です。これは片手取りとほぼ一緒です。ですから両手なんで押す手を間違いない、相手の出てる方の足と同じ方の手にかけます。えい、まあ、1本より強いですからしっかり自分の中心で切り合って切ると、えい、裏の場合、片手の場合はなるべく縦に使いたいところなんですが、崩せないとこっちの手が邪魔で中心からずれてしまいます。裏の場合は横に使ってもらってもいいです。中心からずれるようであれば、えい、玄関、えい、はい、では両手取りの守護内容は以上になります。